セントヘリアは、イギリスの王室族領である、チャンネル諸島のジャージー大観観家つくにある教区である。チャンネル諸島で最大の教区で、ジャージー島全体の約34.2%の人が住んでいる。教区名は、中世の聖人であり、ジャージー島で殉教した聖、ヘリアにちなんでいる。1155年にセントヘリア聖堂が修道院の隣に建てられた。 聖堂は宗教改革で閉鎖され、聖堂のあった場所には城塞化された城が建てられた。城は当時のジャージーの統治者によりエリザベス一世にちなんでエリザベス城と名付けられた。18世紀末までに町には地、店、倉庫などが海岸の丘に沿って次々建てられた。ジョージ2世により新しい港を建設するために町に200ポンドが与えられた。 1751年に感謝のため、ジョージ2世の銅像が広場に建てられた。広場の名前は、王立広場に変えられた。1781年1月6日のアメリカ独立、戦争中、フランスが、ジャージ島を占拠するために攻撃してきて、王立広場は、ジャージーの戦いの舞台となった。ワールドウェザーインフォメーションサービス、ストリートヘリアー。 2013年2月5日閲覧セントヘリアの公式サイトありがとうございます。